はいどうも皆さん、アゲアゲアスということで、ポケモンカードやっていきたいと思います。さあ、立派なね、コライドン使いとしてやっていきたいと思います。はい、じゃあ先行ですね。先行で。まあ、ミライドンは高校でもまあ悪くはないんですけどね。先行だとより安定して戦えるということで。おし、行くぜ。どうですかね、これ。レジエレキスタート。まあ、あんまり良くはないか。ちょっとエネが 手元に来すぎだな。エネ来すぎだね。はいはい。エネ来すぎですよと。まあね。まあ、ミライドン呼んでくりゃどうにかなるんで。さあ、タンデムユニットでね。さあ、1枚、2枚と出していきます。そうだなぁ。まあ、一旦レジエレキと、そうですね、ゼラオラとか出しといて、並べちゃいますか。クレセリアか、相手は。どうなんだろうなぁ。ちょっとエレキジェネレーター打って。うわぁ。エネがつかなかったんで、まあ、しょうがなしで、しょうがなしの雷光で、ターンエンドで行きましょうかね。まあ、自己利気味ですかね。基本的には。まあ、ちょっとポケモンいっぱい並べちゃったんですけど、山札ちょっとポケモン減らしとくとね、よりサポートとかちょっとでも引きやすくなるんで、まあ、そういったところで、びっちり出しました。なんだろうな。なんか、サーナイトっぽい雰囲気はあるけど、ね。これでラルトス呼んできて、みたいな。あ、そうですね。サーナイトですね。いや、まあ、サーナイトも強いですからね。お、なんだ、事故ってんのか。こっちも事故ってきたけどな。まあ、いいや。まあ、やたらね、ベンチいっぱい並べてたんで、ちょっと事故ってない風を装うことに成功しましたね。はい。ちょっと短かったんで、もう一戦やっていきましょうか。まあ、もう一戦行く前に、ちょっとワンパックケーキ漬けに開けていきましょうか。サクマシュンね。なんかね、あ、ブラッキーだ。ブラッキーかわいいな。お、すげえ、ピジョット EX の SR 出ました。かっけえ。え、かっこいいね。ありありあり。全然あり。ピジョット EX ってなんか結構使えるんですよね、性能も。ブラッキーさん。あ、僕ね、V's では一番ブラッキーが好きです。まあ、どうでもいいんですけど。さあ、2戦目やっていきましょう。さあさあさあ。はい、ということでね、2戦目も先行ですね。さあ何来るかな。お、あー、これは雷光前かな。まあ、先行なんで後ろも出しとくか。さて、ピジョポッポ、ポッポですか。まあ、レベボでも打っとくか。何持ってきとくかな。レジエレキでも持ってきとくかな。まあそうですね。これはまあ結構エネで、エネ張れそうなんで、一応そうですね。まあ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 、でも全部出しとくか。出しといて損はないでしょう。そうですね、ミライドンで殴ってこうかな、一応ね、瞬速使っといて。さあ、エネびっちり貼れるね、これ。まあ、そうですね、普通に、ミライドン貼って。チート級ですね。さあ、これも、貼っといて。まあ、これでいいかな。とりあえず。まあ、でも前飛ばされることもないだろうし。貼っとくか。一応ね。
どういう感じですかね。まあ、一応、そうだな、ボスの指令しかないのはちょっと怖いけど。結構が。ビープバス。さあ、これはでもリザードンとか来んの？パオジーですね。パオジアン。セグレイブね。なるほど。どういう感じで来るんだろうな。まあ、パオジアンと、まあ、ゲコシュリもあるから、ゼラオラちょっと保留した方が良かったかもしんないな。まあでもまあ、どうにかなるか。ネストボールね。パルキア。はい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 。パルキアなら、まあ水で1枚しか落ちてないからまだ大丈夫。手張り。手張りですか。ちょっとこれは微妙だな。瞬速使っといて。はいはいはい。レジエレキね。そうだな。いや、ドイツ倒す。250出るから。まあ、パオジアン倒してもいいし、パルキア倒してもいいし。まあでもエネ張ってるからパオジアンかな。ちょっとどれ倒すか悩みどころですね。パオジアンでいくか。はい。コマコマってきて。いや、まあ、サイド2枚引きゃ、なんとかなるでしょう。森の封印石あるから、どうにかなった。よかったよかった。やっぱ、パルキア進化すんのかな？進化したら嫌だな。進化しそう。進化して、まあ、未然で2枚か。まあでもまあどうにか、あ、でも弱点じゃないのかな、パルキアって。弱点だよね。いけるね。パルキア怖くないね。雷弱点でした。全然怖くないです。さあ。まあ、ライコーでも倒せるか。はいはいはい。ゼビオにしてね。はいはい。進化しますと。この一撃にかけてんのかな。まあ、倒されますけどね。ボス。ボスは微妙だな、この盤面で。レジエレキはいらないから。ちょっと待ってよ、タンデムイート使って。ライコーも1枚持ってきときます。まあ、1個貼っといて。ここ2枚切るか。2枚切って。どうしようかな。ペッパーか。エレキジェネレーターが3枚使っちゃってるから。困ったもので、そうなんですよね。まあ、これでまあ進化はするんだけど、どうしたもんかね。どうしたもんかね。森の噴石使うんだけど、どうしようかな。あ、しかもあれじゃん。あ、でも一応一枚はあるのか。エレキジェネレーター。エレキジェネレーターと、そうだな。エレキジェネレーター持ってくるか。
はい、ということでペーパーを持ってきます。ペーパーさんが炸裂しないと終わっちゃうね。これにかける、すべてをこれにかける。そうそうなんだよね。こっちに貼っ、いやーどっちだろうね、どっちだろうね、難しいな。まあいいや、頼む。うわ1枚、いやー1枚ですか。でもまだワンチャンいけるな、まだワンチャンいける。まだワンチャンいけるぞ。これで逃げて、これでエネを引けばいいんだよ。引けない。終わった。終わりましたね。これは終わったな。いやー、失敗ですか。これはきついな。いやー、そっか、ダメでしたか。いや、これはもうね、壁出していくしかないんだけど。そうだよね。まあ、穴抜けの紐使っといて。いやー困ったな。まあね、ボスの尻使って。うわーこれでどうするよ。貼っとくしかないよね。こうやって1枚ずつ貼るしかないか。これターンエンドでしょ？さあどうする？さすがにボスあってすぐやられそうだけどね。入れ替えとボスがあったらやられちゃうか。ただパルキアさえ封じればどうにかなる。ならないか。ならないよね。レジェレキ傷つけられたら、そうなんだよね。まあ、これはまあ、しょうがないんだけど。さすがにワンパンをされないんだけど、ボスがね、ボスがね、あるんですよね、きっとね、これ。はい、まあね、ボスがあると思うんで、これでどうにかしてくるんだと思うんですけど。ちょっとでも削りますよ。ペッパー持っちゃって何持ってくるかね。これでまあ、そうですね。祈りを捧げる。はい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 。さあ、どうする、そうする。いや、どうしよっかね、これ。でも相手アタッカーが、そんな強いやつがいないから。あ、パオジシアン出してくんのかな？うん、スーパーエネルギー回収。これでエネルギー回収して。
さあ、一回逃げないといけないんですけど。さあ、どうする？エネが？エネはまだでもいっぱいあるね。引けそうだな。引けないかな。引けないかな。さあ。一回レジエレキで逃げて、どうしようかな。あ、でも相手もなんかちょっと事故ってるっぽいね。ボス何個使ってるっけ？ボス1枚。でボスもまだありそうだから。どうだろうね。パオジアン出てきたね。お、エネがあるから、どうしようかな。弱点とかじゃない。あ、弱点だね。これはでかいな。これはでかいぞ。これで一回逃げて、ゼラオラ前にしといて、ゼラオラを取っちゃう。ゼラオラで一枚取っちゃう。さあ、これでいけるか。いろいろミスったけど、いろいろミスったけど、あと1枚。次取られなければなんとかなる。うん。雷弱点なのがラッキーでしたね。言うてゼラオラもね、攻撃力が30、30アップしてるんで。いや、レジエレキ優秀だね。そういう意味では、120出るんでね、それだけで。サッパオジアン前ですね。エネを加速させて、ボスが出ればって感じか。で、レジエレキ、VMAX を取る感じですかね。取られそう。これ、ボス出たら終わりだね。あ、ボス出たね。あ、そっち。キャンセルコロン。ああ、これで倒されるわけですか。なるほどね。普通にレジエレキ VMAX 殴ればよかったんじゃない？70ぐらい出るでしょう。まあ、投了しましょうかね。はい、ということで。いや、惜しくも負けましたね。いや、ちょっと惜しかったけどな。いや、まあ、途中でちょっとね、賭けに出て、エネをちょっとね、引けるかなと思ったけど、ダメでしたね。あれが敗着だったかな。あれ、裏張っとけば、戦いましたもんね。はい、ということでありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねー。